デオダ・ドドロミュー・デオダ、ディ・スイルバン・タンクレード・グラーテ・ドドロミューと命名される鉱物を発見した。1796年に新たに設立された鉱山学校の教授となった。1799年3月に行われたエジプト遠征に参加したが病となって帰国する途中にシシーリージまで捕虜となり22ヶ月拘束された。1801年に パリ自然史博物館の鉱物学教授となったがほど、なくぼした。最後の著書スールラフィローゾフィーミンララジックは、死後出版された。ありがとうございます。